ウィリアムズ FW26 は、ウィリアムズが2004年の F1 世界選手権3、専用に開発したフォーミュラワンカー。パトリック・ヘッドとギャビン・フィッシャーらが設計した。2004年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。ドニントングランプリコレクションで展示されている FW26。特徴的なフロント周りがよくわかる2003年シーズンにおいて、 最終戦までタイトル争いがもつれ込み、惜しいところでタイトルを逃したウィリアムズは、フェラーリと同じようなマシンでは勝てないことを悟り、斬新な空力デザインを採用したマシンを開発した。FW26 のハイノーズは扁平で、長さが極端に短く、両側から前方にせり出したプレートで、フロントウィングを吊り下げていた。下返りズノのついたフロントウィング指示板が、 牙のように見えることから、ウォラスノーズというあだ名が付けられた。また、ノーズ仮面のサスペンションアーム支持部には、従来のシングルキールではなく、ツインキールを採用した。ツインキールを採用したことで、フロントロアアームは、アッパーアームよりも短くなっている。これらの設計により、床下へ気流をスムーズに流し込み、相対的なダウンフォース発生量を増そうとした。フロントウィングは、 特徴的な波形である。それに対して、リア周りは前作である FW25 とそれほど変わっていない。大きな飛躍を目指し制作されたが、結果的にこの大胆なフロント周りが、マシンの姿勢変化に弱い性質を生み出し、ラップタイムが安定しないという事態に陥った。また、新たに制定された一ース1エンジン規定に、 BMW は開幕戦までに完全に対応できず、若干のパワー不足と信頼性の欠如を生み出してしまった。ただし、これはシーズンが進むにつれて解消された。マシンの戦力不足第8戦カナダ GP での FW26。モントーヤがドライブ開幕戦には BMW は旧スペックのエンジンを投入。これは新スペックエンジンが まだ信頼性の面で不安が残っていたからである。開幕戦は4位。第2戦では2位表彰台。第4戦サンマリの GP では3位表彰台を獲得するが、以後が続かない。第7戦ヨーロッパ GP では1コーナーで同心打ち。これによって、ラルフ・シューマイハはリタイアし、ファンパブロ・モントーヤは8位に入賞するのが、精一杯だった。 第8戦カナダ GP ではシューマッハが予選ポールポジションを獲得し決勝も2位だったもののブレーキダクト寸法違反で2台ともに失格。第9戦アメリカ GP ではレース中にシューマッハが最終コーナーのバンク部分でスピンしリアからウォールに激突する大クラッシュ。背骨を2箇所骨折という重傷を負い6戦の欠場を余儀なくされた。 モントーヤもスタート前のスペアカー仕様が違反と判断され失格になるなど散々だった。シーズン途中での大回収ノーズ回収後の FW26。第14戦ベルギー GP にいて、第10戦フランス GP に FW26 バイトが投入されると噂されていたが、この GP に登場した FW26 は、 BMW の CFD エンジニアとの協力で、コンパクトなサイドポンツーンに、大幅な改良がなされた。第13戦ハンガリー GP ではついに、特徴的だった、セーウチノーズが、FW25 のようなオーソドックスなものに、変更された。同時にフロントウィングの形状自体も見直された。しかし、ツインキールは変更されていない。このように、 フロントとリアの両方に大回収を受けた FW26 はマシンバランスが改善。第17戦日本 GP でシューマッハが復帰2戦目で2位表彰台を獲得。最終戦ブラジル GP ではモントーヤが優勝でシーズンを締めくくった。シャーシエンジン2004年シーズンに終了後、2005年用マシンである FW27 用のエンジンや ギアボックスを搭載し、ダウンフォースを減少させたマシンをテストで使用。FW26C と故障された。ジャガーから移籍してきたマーク・ウェバーはブレーキングでの違和感がなかなか消えずに苦労していた。ありがとうございます。